はいおはようございますお疲れ様ですみんなおはようはいワード2おージャグさんいらっしゃいみんなでね格闘技についてあーでもないこうでもないって言ってた マサト選手の試合良かったな。クラウスっていう選手かな。マサト VS クラウスっていう試合を見て、最近その格闘技やっぱよく見るようになったんだけど、風船ありがとうありがとうございます。格闘技よく見るようになってね、マサトのその K1 制した時の試合はめちゃめちゃ参考になった。あの、クラウスっていう選手、ボクシングの世界王者を取ってるらしくて、パンチではやっぱマスとパンチ強いんだけど、 叶わないっってて分かってたんだけどパンチで勝つんでですよでその時のことがまさにドレさんが言ってることの集大成が詰まってて序盤の1ラウンド目の前半もう蹴りがすごいのよであの蹴りでクラウスもそれ嫌がってその足をスイッチするぐらい嫌がるのでもうそれ足をスイッチするってことはもう蹴らないでっていうことをバレてるわけじゃん で、中盤戦、ロー蹴るかなと思ったら、ロー、2ラウンド目行かないんですよ。ペイジョ太郎さん強いでしょだって総合格闘技のプロやってたんでしょもともと。で、その、まあ、パンチ。要は足が踏ん張れなくなると、パンチって打てなくなるんだよっていう。そのキックの特性をうまく使ってて、あ、こういうことなんだと思って。 で蹴りは当たるよね。ヒョードル全盛期は一番やべえよ。あのヘー級でパンチが見えない。あのねそれもねやっぱねドレさんはヒョードルの名前よく出すんだけど言ってた。<laughs> あのなんかロシアがそれはねドレさんが言ってたわけじゃなくてリスナーさんが言ってたんだけどあのヒョードルがヒョードルが何で強いかっていうと軍のロシアの軍の格闘技なんだって。 で国を挙げてそのロシアが最強なんだということで国がプッシュしてああいう格闘家を育ててるんだってだからロシアは強いっていううんヒョードルはやばいよね本当にヒョードルがうん全部入れたら最強なんだよねやっぱり本当ヒョードルはやばいと思うコマンド三歩かそう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 その軍の機密保持のその本当に相手を殺すために作られた軍用の格闘技 うん、えげつないもんねだってまあそれでもねバケモンみたいに強いからあれだけど俺はねあの寝技ありの試合あんま好きじゃないんですよ正直言うと新しいフォロワーさんマキちゃんフォローありがとう、うん、俺はどちらかっていうとボクシングが好きですね蹴りもない本当はボクシングルールでやりたかったんだけど 総合でやる人は今回いないけど、本当はね、総合もやろうって言ってたの、弁浄太郎さんが。ただ、その、なぜかキックボクシングばっかりになっちゃって。で、二つだけ、えー、三つあるんだ。ルールが違うの。基本はキックボクシングのその、無めたいルールなんだけど、さとみさんとズキティは女の相撲です。この二人は相撲です。で、えっ、ー、と、ベンジョ浄太郎さんとポンスケのファイナルの試合は、えー、ボクシングルール。蹴り技なしのボクシングです。 えっと、あと誰だっけパルパルと、えっ、ー、と、ナーボーの最後の試合は柔道だって。だから、木、ムエタイルール、ボクシングルール、スモールール、柔道ルールだって。総合のパンチとボクシングのパンチ。あ、全然違う。だから、あのー、ボクサーみたいなパンチで打ちたいんだけど、あの、俺が教わってんのは、キックとかムエタイの、こういう、その、ちょっとガードがこ、こういう、なんか、わかる。 エタイのさ、こういうやつあるじゃん。こういう方法を教わってるの、ね、よ、うん。な、なんで前傾姿勢ができるかっていうと、蹴りがないからだよね。そう、極端に下がったりとか、極端に上がったりってさ、上半身しか打てないかららしいよ。だけど、俺が、その、やってて、本当にびっくりしてるのが、キックの方が足は楽なんだよ。ボクシングの方が足疲れるっていうのはびっくりした。 そもそもね、パンチをその、ボクサーとかキックボクサーのパンチの打ち方って、グラップラーバキにも書いてあるんだけど、ボクシングって蹴りなんですよ。パンチって蹴り上げるんですよ。ダッシュとか。だから足がすごい疲れるんだよね、ステップワークとか。本当土台がしっかりしてないとパンチって打てないんだっていうのがよく分かった。初めの一歩は足腰がしっかりしてるからハードパンチャーなんだっていう意味とかさ。 気づかない部分に気づけるから面白いよ、やっぱり、うん。で、そのパンチで人を倒す難しさっていうのがよく分かってて、ボクシングとかだとね、KO とかでよく見るじゃん、K1 とか。あんなの起こらないよ、本当に。素人同士は。だから寝技の方がやっぱ強いんだよ。強いっていうか、その実践的っていうのかな。 的が動いてるものに対してパカンって顎をクリーンヒットさせて脳を揺さぶるってさ。<laughs> それ漫画だよ。やっぱり漫画とか本当の一流のプロの世界だよ。その選ばれた人の。まあね、奇跡が起こってね、それを試合で見せ入れたら面白いけどね。うん、俺が打たれる方なんでしょう。 だから、ドレさんの読みだと、パンチのダウンは今回ないだろうなって言ってたよ。俺の予想って言って。なんでかっていうと、16オンスっていうでっかいグローブなんですよ。だから、顎をクリーンヒットさせる。防御もでかいわけだから、まあ、よっぽど、なんつうの、奇跡的なことが起こらない限り、その、顎で綺麗にパンっていう試合は出ないんじゃないかなっていう。ただ、蹴りはあるって言ってたから、 蹴りで立てなくしてガード下げて打つっていうのはありえるけどそれを覚えるまでに至るかっていう問題があるらしいまあドレさんはやるだろうけどね格闘家キックボクサーと <laughs> 総合格闘技両方ともやってるから狙いに行くと思ってるけどすごいよね だから、いかにその、ちゃんとできるようになるかじゃんで、もう、団子になるって言われてる。<laughs> どれさんには。あの、要は、練習するんだけど、テレチャンピンもワドも期間が短すぎるから、その、なんつうのい。技1個2個覚えられるかどうかなんだって、本当に。ジャブならジャブとか、ステップならステップとか。 もうそういう期間だから試合に出す期間じゃないと。だから、もう、こう、団子って言ってくっつき合いになって、もうボッコボコに殴り合い。もうパコ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 を泥仕合っていうのがドルさんの読み。もう絶対そうなるからって。で、その時はもう気合と根性とスタミナだって言ってた。気合と根性とスタミナの泥仕合。わーって、二人で。でもそうなるでしょ。 試合経験ないんだもんまあ俺はそうならないようにしようとは思ってるけどうん泥仕合だよそれはそれででも面白いんじゃん、うん、滑稽なのは笑えるじゃんやっぱり <laughs>、うん、よろしくですどうもそれでいいと思うよ、うん 勝ちたいやまあ運動不足だったからさずっとあのー、いいですよ健康にいいですよ殴り合わなければボクシングすごいハードなトレーニングするからあと体も引き締まるしね 体重増えてんのにのんたに痩せたねって言われたもん一週間ぶりに会って体重が8 0キロまで要は十何キロ増えてるのにお腹が引っ込んだって少しっていや筋肉の量が上がってるんだろうね殴り合うならまだいいけど体力ない方がクリンチしまくりになりそうだけどそれはね玉木さんあのねやってないからだと思うあのねクリンチめちゃめちゃ怖い あのまあドレさんとやってるからドレさんとの感想なんだけど要はねクリンチの間合いってもうビタビタにここにくっつく間合いじゃないですかでくっついたらもう首相撲でこうやって膝なんですよ怖いよあのボクシングルールだったらクリンチめちゃめちゃ有効だじゃんだってこうやったら殴れないわけだからだけどこの距離でこう首掴んでこのまま肘も合わせるしこれグって押し込んで相手 くの字にしてて後ろからバーンって行けるんんだもんでやられたことないでしょ首相撲からの膝蹴りってみんなはさ引きの画面で見てるからあれだけどあのね膝が迫ってくるんだよ超怖いよもう撃たれるって分かるのよグーってやって抵抗するんだけど動けないのよでそっから膝がこう迫ってくんので顔面ぐちゃだよもうだからあ殺されるっていうのが分かるの首相撲は。 怖い本当に怖い叫ぶも俺。ちょっとストップストップストップっていうもん。なって。なんかこの距離は、もうデッドゾーンっていうか、この <laughs>、本当にクリンチは命がけですよ。まあでも、テルチャンピンがその、首相もやってくるかどうかっていう問題があるんだけど、素人同士だと死ぬだろうね。本当に。首相も本当に危ないよ、あれ。うん。でもそれ撃たないといけないし、こっち側も。 だから、クリンチは、あの、教えてもらってるから、まあ、向こうがクリンチしてきたら思いっきりもう、顔面にぶち込んで、ぶち込んでやろうと思ってるけど。うん。でも、体力、テレチャンピオンあるからね、俺より。若いし、スポーツマンだから。うん。マキさん、花火ありがとうお久しぶりです。花火ありがとうございます。アリスター、オーフレイムとか。首相撲からの膝で、KO の山気づいてた。 首相も危ないっすよ、うん、膝がこうあのでっかい塊がこうくるんだよで振りかぶるじゃんこ,こうわかるこう膝をあの瞬間が超怖いガードじゃもう無理だって分かってるから、うん、当たったら失神するだろうね失神するか顔面がぐちゃってなるっていうイメージはあるね 鼻が潰れて鼻、前歯が折れて、顔面骨折。うん。肘も膝もありなんですよ。だからどれさんも言ってたらなんでこのルールなんだっていう。<laughs> い危ねえぞって言ってたよね。うん。だからそこはでも、まあ、ルールはルールだから。俺は何でもいいって言ったから。出させてもらえるんなら何でもやりますって言ったからさ。 風船参加ありがとう小久保さんありがとうアイテムプロだとディフェンスもちゃんとしっかりしてるからテレビ見てなんてこんなそうだそうそうそうだから素人同士だからうんその素人だから安全な部分とかあるのよパンチがテレフォンだからよけやすいとかさあのあるんだけど何だろうな 蹴りとかもガードができないから危ないとかあるし膝は危ない肘危ないとかもあるしだから一番大怪我する可能性があるのは俺は里みさんとズキティだと思ってて女の子同士で体重差があるからなんか変に骨折とかする可能性があるよねこの二人はこれは危ないと思ってる俺プロ同士だとさ <coughs> うーんとなんだろうな 実力差があればさ手加減するじゃん絶対するんだよ実力差があったらだけど素人同士って力がきっ抗するだろうし危ないよねうん変な怪我の仕方するからねで鍛えてるからやっぱ壊れづらいっていうのもあるんだ俺ら鍛えてないから壊れやすいんだようん あー出てたんだ危ないよね怪我人は出るよ絶対だってもう俺俺らすでに怪我してるもんみんななから弁太郎さんもドレさんも同じこと言ってて怪我するのが当たり前だからなんかリスナーさんが怪我しないようにとかいろんなこと言うけど怪我したらどうすんのとか死人出たらどうすんのって言うけどそんなの全部の格闘技そうだよっていう、うん、<laughs> もう名言だよねそりゃそうだっていう、うん 怪我するるのが前提で試合に出るしもう怪我を負ってる状態で試合に出るからみんなその中で怪我しない体作りっていうので押したくて走り込んだりとかスクワットしたりとか筋トレするわけじゃないですか首をこう鍛えたりとか普通の人やんないでしょ首鍛えたりとかまあ俺もやってないけどそういうもんじゃんだからまあ嫌な人はねもう見れない見てもらえないっていう そう見ないでって言うしか俺はできないよね申し訳ないけど三沢さんが死ぬんだもんありえないよそうだよまあブレンバスターは出ないけどブレンバスターじゃない何で死んだんだっけパワーボムかなんかだっけプロレスラーは覚悟の量を間違えると死ぬってねバキに書いてあって。 バッックドロップか俺あとその格闘技で意外だったのが柴田が強えの柴田がプロの格闘家だったっていうの知らなくてプロレスラーだったのは知ってたんだけど総合格闘技をやってたの知らなかったんだよでまあどうせあれでしょとか思って見てみたのそしたらドルさんが柴田強えぞっていうから見てみたら強いのよびっくりするよ 見たことある柴田のパンクラスの試合。超盛り上がるよ。あいつすげえわ。もうほんとファンになったもん。柴田強いし沸かせるな、みたいな。ガラガラの会場なのに盛り上がるからね柴田の試合。見てみよ。柴田総合格闘技とかだよ。超面白いよ。笑うぜ、ほんと。 うん、いや多分ねあの格闘技見たらえやるじゃんと思うよ、うん、だからそれを見て初めて柴田があーなるほどプロレスのパフォーマンスのノリでやってるんだっていうのがよくわかったあと心折れないねやっぱ格闘技やってるから強いんだろうねタフなんだろうね、うん、やっぱねあの体が強い人はね精神力強いよ普段鍛えてるから。 正式チケットも一瞬で完売しそうですかうん一瞬かどうかは分かんないけど俺は完売するのはリスナーさんの反応を見ててあ完売するだろうなっていう感じなのっていうのもあのなんだろうどれさんあの300席のチケットのうちの100席ぐらいがそのなんつうの便所太郎さんが手売りで販売するっていうことで100席これ結構100席を w a って とかでも買えるよようにみたたいな話だったんだっん要は俺に言ってみたいな感じで。だけど、蓋を開けてみたら、問い合わせ1分で完売しちゃったのよ。100枚が1分で完売っていうので、ありえないっていうのがまずわかるじゃん。わ <laughs> かる <laughs> みんなさ、自分でさ、工業やってみてイベント打つぞっつって、これだけのメンツ集めてさ、1分で完売って言ったら、えっ,ってなるじゃん。で、実際に、 あの、俺のリスナーさん5人ぐらいが、チケット買えない買えないってすごい騒いでたの。DM とか LINE とか来たりして。ねどうしたのって聞いてみたら、あの、もう売り切れちゃった、つって。てことはさ、俺のリスナーさん来るって言ってたら5人も買えなかった。俺、リスナーさん多い方じゃないじゃん。石川のりとか他の人に比べたら。で、同じ現象絶対起こってるわけじゃん。で、あと200席しかないわけでしょ。まあ、その日の、 だから本当に絶対このイベント来るっていう人は絶対23日の夜中にね、ローソンの前に張り付いてるはずだと思うけど。あまあね、携帯で買えるのかもしれないけど今は。だから来たい、来たい人いっぱいいるよ。うん、俺は売り切れるだろうなと思ってるし、下手したらその当日の立ち見っていうのも出るらしいんだけど、席がなくて、 スタンドで見れる。要は立って見れるっていう席も作ろうって言ってたから、それも出るんじゃないかなって。香川さんのイベントで250人だっけだって関係者って言って、出演側だけで50人ぐらいいるんだよ。それプラス。すごくないこ <laughs> の、例えばさ、あの、どれ深夜食堂さんって選手だけど、あの、セコンドには、あの、 なんだっけツバニャンがいるでしょで俺のセコンドにはあのロハコさんがいるんですよで物販って言ってそれぞれのグッズ販売のスタッフとかもあのいるしあと警備員とかさいっぱい雇うわけですよだからそのスタッフ側の人もこのポスターに載ってないスタッフ側もそれぞれにいるわけだよ超満員でしょ <laughs> すげえなって思ってるね ユイガ先輩自体はそんなに影響なかったので、うん、飲み会をした時に、このメンツで集まって飲み会をした時に、ユイガさんが引退したおかげ、あの、引くって言ったおかげで、あの、テレビ局が来そうだっていう話で盛り上がってた。<laughs> あの、テレビって絶対出せない人っていうのが存在するんだけど、 それはピンク系の犯罪と殺人と殺人未遂なんですよ。前科がある人が出れないわけじゃなくて、テレビが絶対 NG な人はこの3つの犯罪っていうのはもう鉄板なんだよ。で、便所さんは正直ファーストだからいいやって、ネットの中で客来ればいいやって思ってたのに、思いっきり宣伝しまくってくれて、思いっきりこれだけ盛り上げて、ここまで ね、盛り上げて宣伝してくれていなくなったおかげでプレスリリースがうまくいくって言ってみんな超喜んでたよ <laughs> なんかタダですごい働いてくれたみたいになってた何なんだっていうなんか俺らおいしい思いしかしてないけど大丈夫なのかなみたいなすごいすごいよね、うん、俺らの配信を盛り上げるだけ盛り上げてイベント企画だけ盛り上げるだけ盛り上げてね このイベントバーって広めたわけじゃん。すごいよね。うん。で、できんなかんね。ユイふ。ゆいがさん会場入れないんだよ。たけしとか、そのまんま堂々とテレビの第一線で活躍してるけどね。たけしはピンク系じゃなくないピンク系ってあれだよ。レイプとかだよ。あの、たけしレイプとかなくないか。うん。殺人未遂もないはずなんだけど。 たけしは全然出れるよ <laughs>、うん、でもまあいかさんが出たら面白かっただろうなっていうのは思うけどねうん これはゆい果さんが出るって言った時かっこいいと思ったけど。パイセンだけモザイクってわけにいかないもんな。まあ、まあ、いやまあそうなっちゃうんじゃないの。もし出て、出てたとしたら、うん。記者会見やるんですよ。一週間後に。その、さ、記者会見やるっていう意味をさ、リスナーさんはよくわかんないじゃん。はみたいな。何かっこつけてんのって思うじゃん。普通は。 じゃなくて、弁叙太郎さんが配信からさらに一歩広げようとしてるぐらい頑張ってるの。あの、プレスリリー、まあ、あんまり詳細話すのも良くないから、弁叙太郎さんの動きを見てよ。どれくらい本気かわかるから。すごいっすよ。下手したら、その、うまくいったらテレビ、まあ、悪くても雑誌何社か取り上げてくれんじゃないかな、みたいな。トースポあたりとか。<laughs> でもトースポに乗っても面白くない配信的に。そこまでの流れ組めた人っていないと思うんだよ。うん、便所さんすごいと思うよ。俺はだからもう、その興行のことに関しては、この人すごいっていうふうに思ってるね。取り巻き、バックボーンもすごいしね、やっぱり。うん、みんな本気でやってますよ。 だから第2回、第3回と続けていくイベントになったら、ね、人気選手として出たいよね。チケット欲しいんですけど、どうしたらいいですかえっ、ー、とですね、チケット欲しい場合は、このブログを読んでください。まず、ブログを URL メモっておいて、このブログです。ここにまず、情報が全部書いてあります。なので、あの、放送外とかで見るときのために、えっ、ー、と、このブログを読んでおいてください。 チケット販売は <laughs> 2017年3月23日の木曜日、えー、e プラスかチケットピアで購入することができます。はい。ただ、えー、僕の予想、あの速攻で売り切れるはずなんで、あの本当にどうしても欲しいっていう人はあの速攻もう夜中日付が変わった瞬間変えるぐらいね。あ、ありがとうございます。仕事頑張ってください。いってらっしゃい。 いってらっしゃい。風船ショックありがとうございます。葵さん、ありがとうございます。わかんないよ。チケット全然売れないかもしれないし。俺の予想だからね。チケット売れるっていうのは。そこだから詰めないでね。<laughs> <coughs> あくまで僕の予想なんで。 クョッありがとうねこれだけ俺,俺ぐらいのね閲覧数で「欲しい欲しい」っていう人がいるぐらいだから今日も何か何件かあったよチケットどこで買えるのとか。 10人ぐらい来んじゃないのなんだかんだ。うん、おやすみー、マキさん。おやすみなさーい。マキさんっていうか、マキちゃんだ。久しぶり。おやすみー。 ポスターかっこいいよね。これ販売されるらしいよ。このポスターは。一般販売もされるらしいから。あの、こう、2000円とか言ったかな。日付が変わった時から。ああ、俺はね、その工業の主催側じゃないから、そこは弁助太郎さんにツイッターで聞くのが一番いいと思う。うん。俺は23日としか聞いてないから、その、なんつの。チケット販売したこともないし、ローソンとかで。 そういうい仕組みがわかんないからそれはあの弁助太郎さんに聞いてくださいゆうきさんいいデザインだよなこれステゴロ。 これだけのメンツ集めるのは便所太郎さんじゃないとできなかっただろうかなでも第2回第3回って多分どんどん豪華になっていくと思うよあわかりますよあのファイナルで便所太郎さん戦いますね第6試合です第6試合俺が聞いてる情報だと第6試合ファイナルで あのボクシングルールでポンスケバー VS 弁タ太郎ですねメインマッチですね一番でかい試合、うん、ここだけボクシングなんだよねなんで蹴り入れなかったんだろう俺もボクシングルールが良かったけどテルチャンピンの条件が蹴り技ありなら出るっていうことだからまあしょうがないよね蹴りに自信があるんだよ ありがとう、フリーランサーさん。おはようございます。一、専務さん、花火ありがとう。金梅ヒカル、和道、便所は応援する。ぜひ、どれさんも僕の師匠なんで、どれさんも応援してください。みやびさんに全く恨みはないですけど、あの、僕の師匠なんで。みやびさんもね、この前放送挨拶来ていただいて、すごいいい人だったね。うん。 すごいいい人だったどれさんみやびくんはセミプロ本当だよ本当にそのレベルよどれさんいまだにプロを目指してんだもん、うん、本格的な格闘技が見れるのはこの試合だよ なんかね、でもね、第4試合に変わったらしいんだよね。俺が第4試合だったんだけど、どれさんが第4試合に俺変わったわ、っつってから、えって俺の出番どうなったのと思って。弁償さんから連絡ないんだよね、それ。まだね、あの、その、出場の順番とか切り替わる可能性があるから。バタフライテールー、風船ありがとうありがとうございます。まだ順番とか入れ替わる可能性あるから、そこは <laughs>。 僕の権限ではないのでご了承くださいもしかしたら多分前座になるのかな俺が一番前の方の試合になる可能性があるかも,も下手したら第一試合とか第4になったんだけどね いいいのももらうんだけど体重乗せたカウンター狙って勝ってて勝しい俺ね半死神経弱いからカウンターパンチは絶対にないと思ってください <laughs> あのねカウンターパンチャーはほんとすごいと思う,う僕は泥臭い泥臭くなると思うよあんな芸術的なパンチは打てないよ、うん、もう泥泥沼泥青木ですよ青木 <laughs> 初めの一歩で言うところ青木だよ、うん、そこは期待しないで スタンとかかっこいいのないから、うん、<coughs> 俺はローを蹴り続ける <laughs> ローは絶対当たるからね、うん、ひたすらローキックですよ、うん、なんかみんなが思ってるようなプロの格闘家じゃねえんだから <laughs> そんなすごいの出ねえよ うん。ドロドロの試合は、だからもう泥試合ですよ。<laughs> 罵声を浴びながら二人で殴り合う泥試合を僕は見せつけてやろうと思ってますよ。そういうもんだから。 わからないよねトレーニングで運動してるから最近心も調子いいかいうーんどうだろうね精神病だからななんだろう、うん、気持ちはいいっすね汗をかいて、うん、あドローないですこの試合は、うん、引き分けないんでどっちか絶対勝ち負けは決めるんですよで判定とかはないんですねダウンの数だから絶対ダウンしちゃダメな うん、ダウンの数が多い方が負けっていうもう明確なルールがあるから、うん、僕はダウン1回もしないようにしますはいスリーノックアウト制でもないしねうんあんまりもう力差が出てたら止めるらしいけどレフェリーが でもそうだよねレフェリーいるんだからもう死ぬ気で本気でやればいいんだもんね。うん、殺すぐらいの覚悟でやっていいんだよ。 体重差あったたよよね違う俺が増量したんだよすごい体重増やして身長一緒だったから組まれたんだけど体重増やしてもいいって便所さんに確認したのそしたら「あ体重はルール作らないよ」って言ったから「じゃああのすげえ増量します」って言って1 0 0キロ目指したのよ俺がただトレーニングしてて8 0キロまで増やしたんだけど向こうは60何 k ロだよね だからあんまりにも体重たくてこれは戦えねえやつって今絞ってるね空理を減らしてる1 0 0までいったら面白いかなと思ったのネタになるかなと思ったんだけど8 0キロでも大変よ俺の身長で1 0 0相当だから体が動かないよねやっぱ 半ラウンド長いけど短いからなとりあえずもう足蹴りまくって立てなくするっていうかもうパンチも腰入らないようにするっていうのがうん85から68まで落としたことあるあーすごいね期間どれくらいで落としたうんそれ2ヶ月あればそこまでもう超きついけどでき,るできなくはないとは思ってるけど だからねダイエットじゃないから難しいんだよ。だか体が一番動くて動いて最高の状態がどこなのかを知らないといけないから。なんかねこの格闘技ってすごいなって思うのが基本の方はみんな一緒なんだけどやっぱり手の長さ体の骨格とか全員違うからパンチも全員違うんだよ。だからそれが面白いね。そう体と向き合うっていうか。 自分が持ったものをどこまで有利にするかっていうゲームじゃん。それがすごい面白い。本当はサウスポーで戦いたいんだけどね、俺は。2、3キロなんで、もう俺3日で落とせるわ。2、3キロは余裕。ただって俺1、1ヶ月で18キロ落としたからね。あの、生放送の企画で。体重増やすのも落とすのも別に苦じゃないから。 <laughs> ただ脂肪が増えるだけなんだけどね俺の場合は <laughs> まあでもそこまで体重を落とすのは結構きついですよね根性ないとできないうんおいにはいらっしゃいあだ はやっ右ストレートは綺麗だったね入ればいいないや右ストレート全然打ててなくてもうずーっと課題ですよジャブ右ストレートばっかりやってるよ未だにね右ストトレートで あ、これだっていうのないっすね。っていうの腰が硬いらしいんだよ。このね、この反動で打ててないんだよね。体重が乗ってないっていうか腰が入ってないってやつだよね。うん。まだ。だからまあ試合までにワンツーがちゃんと打てるようになったらだいぶ有利だろうなと思ってる。もう本当に基本中の基本ワンツーが打てるっていう。しっかりとね。経験者のワンツーができれば 俺は勝ててるると思ってるねフックとかってさあの肘ロックしてさ思いっきりやったらボディはいけるじゃんえ昔経営協定試験受けるのに6 8キロから4 0キロへえあそっかあれはねそうだよね体重が軽ければ軽いほど有利なんだもんねえー、競馬とかねすごい世界だよね やっぱどの世界もプロはね、すごいよ。何でもそうだけど、プロってすごい。うん、ちゃんと、それで飯食えるっていうのは、確たる技術がありますよね。うん、ね配信のことだったらさ、あの、いろいろ、素人の人よりも分かってることいっぱいあるよ。例えば、配信、格闘技で言うところのジャブっていうのは、 まあ、配信者におけるコメント読みですよ。コメント返しがジャブだから。で、そっからストレートとかいろいろ出てくるんだよ。あおりとかさ。<laughs> ブロックとかいうハードパンチもあるし。ね、場外乱闘とかいろいろあるから、配信の世界には。そういうノウハウはね、3年と8ヶ月ですごい蓄積されてるんだけど、大手と喧嘩するとかね。ふふふ。要は、かませ犬っていうね、 マッチメイクとかもあったりねあ。それは全然通用しないからね、リングの上じゃね。残念なことに。受からなかったけどね、頑張ったのに。でも、頑張ることが大事なんじゃない夢に向かって、こう、やるっていうのが大事なことだと思うよ。うん、まあ、それは結果も大事だけど、その、やっぱその、努力と、才能と、 運とっていろんなものを持ってる一流の人たちはねだからプロになる人ってやっぱどのジャンルでも天才な人なんだよその世界における天才な人がなるんだよでその天才が基礎合って超天才が生まれるんでしょで超天才しか一般の人って知らないわけじゃんそういうもんだと思うよそうもう国民的とか言われるのはもう超天才 うん、例えば将棋の羽生さんとかってどれくらいすごいかっていうのわからないけど羽生さんが有名じゃん。だけど他の人とかあんまわかんないじゃん普通の人とかって。うん、だから羽生さんの伝説とかすごいもんね面白いもんね見ててね。うん 眠くないっていうかまた寝バックルしちゃったんだよね俺、うん。もうメンタルがボロボロですよもう。最悪だよ本当に。もう会社3月で終わるのにさ、うん、夜中に起きた。 頑張ってるいやーもうねその仕事辞めて食っていけるかっていうのが不安で不安でしょうがないんだよねやっぱ売り上げがガッタ落ちしてるからね今一番しんどい時かな最初ふわってきた時とか売り上げバーってどんどん上がっていくだけだったから良かったけど今スランプだから完全に、うん、食えなかったらどうしようっていうかねもう食わなきゃいけないから プレッシャーが半端ないやっぱり結構すごいよほ干されたら終わりだからねこの世界は、うん、干されたら終わり、うん、おはようタラオマンあ風船ありがとういや何でもできる人間なんかいないでしょおありがとうタラオマン風船たくさん頑張れよありがとうね、うん ありがとうございます。 まあ楽しむしかないよねダメだったらダメでダメだったらダメだからうんアイテムくれなんか言ってないけど何なのお前うん一言も言ってないですよで別に君にアイテムもらうほど腐ってないからどっか行って、うん そういうの悲しい、うん、君失礼だと思うよ、うんえー、あ携帯になった今今携帯になったよなブーってどんの ぶっちゃけ配信者の中の天才って誰だと思いますよ僕はだからいつも言うけど、うなちゃんマンが一番好きだから、うなちゃんマン好きでこの業界入ったから、俺はまあ、うなちゃんマンだよね。天才中の天才。天才じゃなくて、天才中の天才だよね。ケールさんバーガーありがとう。ニコ生のコンビ入ってたけど、ふわっちで見かけて驚きました。ああ、もうニコ生やめちゃいましたね。もうふわっち一本でやってるんで、もしよかったらフォローしてください。 俺はあの人はもうミスターミスター配信者だと思ってるけどうんまあもう引退しちゃったからねしょうがないよまああれが聞けないっていうのは悲しいよね また見た見いね。ちゃんまんの放送うんいやあのねうなちゃんマンってね見た目の良さもあるんだけど音がいいんだよ要はね声質がいいしラジオで聴けるっていうのがすごい才能だと思ってて要はねトークがしっかりしてるんだよね試合前に一番寝れないのはベンちゃんかもね全体のこと で戦ってたからねいや弁叙太郎さんは選手じゃなくてプロモーターに回ってもいいぐらいだよ、うん、ぶっちゃけ試合なんで勝っても負けるとかなんて2番でイベントを成功させるかどうかが1番だから超大変だと思うよめちゃめちゃすごいポジションでやってるなと思うも、うん弁叙太郎さんが解説に回ってもいいんだよ第2回からとか。 まあ本当はね結賀さんとの兼ね合いだから出る流れになっちゃったけどここまでできるんだったらもうどしっと構えていいと思うよ出なくていいよ試合に出なくて全然いいよ工業主として最高だもん ある程度チケットが売れたらなんとかなるんだろうなチケットが売れないとねやっぱ面白くないからね客席ガラガラだったらさダメじゃんおはようちよおはようございます 企画だよ、ね、うん夢の企画だよね天才だよ天才まあほら本人が格闘家だったからさあのやりたいっていうのはあったんだと思うんだよそ自分の経験としてリングに上がってたっていうでまあね俺最強が多すぎると配信会には世界チャンピオンが多すぎたわけですよ今まで じゃあ、リング用意しますよってことでしょ。俺は別に俺最強くんじゃないけど、うん。だからね、俺が一番強いと思ってる人に出てもらいたいよね。そうだよ、元プロの格闘家だよ。弁助さんは。20代の頃かな。だから結びついたんでしょ。自分の経験と。 俺は客でも絶対行ってただろうね、これは。うん。誰が出るにしろ、この殴り合いは見に行ったと思う。まさかね、出れるとは思ってないよね。そうそう、格闘家だったの。昔すごい痩せてたんだよ。今ね、体重100キロ超えだけど。シャープだったんだよ、すごい。ベンド太郎さんの格闘家時代の動画ってあんのかな どうなんだろう。 次回やって呼ばれたら出る100%出るでしょ <laughs> 100%出るでしょあのさあの何て言うのかなこの世界ってさ呼ばれなくなったら終わりなんだよ <laughs> 声かけられなくなったら終わりなのわかるじゃん出たくないっすよ本音を言ったらその殴られるしトレーニングしないといけないし出たくないっすよでも配信者としては美味しいわけですよ 試合の配信はないですね。僕の配信はないです。全ては便所太郎さんの放送のみです。後日ね、楽屋の放送は YouTube にアップロードするんですけど、<laughs> 基本的には、あの生放送は便所太郎さんだけやるっていうふうに覚えておいてください。僕に放送の権限はないです。ただ、動画のとか写真とか、控え室、手がね、基本的に俺会場にいても控え室から出れないんですよ。 うん、そう。だから、ファンとの交流もできないんですよ。物販席とかにも立てないの。基本的に、選手全員そうなんだけど、出ちゃダメなのね。だから、みんな、モニターで確認して、おつ強ーなーとか。<laughs> DVD はさすがに出さないんじゃないかな、うん。だってね、インターネットで生放送しちゃうわけだから、みんな録画するっしょ。で、YouTube でも見れるっしょ。DVD 売れないっしょ。 <laughs> DV <laughs> 配信をさ見てるさ静弱かってなるでしょ DVD とか発売しますとか言っても誰も買わねえよ <laughs> 誰かが1枚買って速攻アップロードされるの目に見えてんだから <laughs>、うん、うまあそこは考えてないと思うよ免タ太郎さんも,も俺らに著作権とか肖像権とかねえから <laughs> いや、わかんないよ。売るかもしんないけど。俺らに肖像権なんてないよ。諦めたよ、そういうの。 1> 第1回だから呼ば,れ呼ばれたっつうか出させてもらえるっていうのあるんじゃないの第1回だからっていうメンツを集めないといけないっていうのにさ本当はさ大手だけでやりたいわけじゃん興行としては今回の試合でいい試合できたらあの観客も「和同呼べ和同呼べ」呼べってなるわけじゃんまた出せよってだからそれがねないとダメだなとは思ってるよね まあ勝つのが最低条件だよね。勝って閲覧もどんどん伸ばすっていうのが俺の仕事だと思ってるよ。うん、うチケット売れっつっても無理だもんね300席とかね。ふさばけるわけねえだろうっていう。 何が面白いってさ300人配信好きのしかも金払う層が集まるわけですよいやもうこってこての配信好きが集まるわけだからリスナーと要は客席にさ有名配信者とかいっぱい来るわけですよそういう楽しみ方もあるしもう誰が好きなんですかとかで盛り上がるわけじゃんそういう出会いみたいなのも客席で起こるから面白いと思うんだよね、うん、ねえ あ,あどこどこ好きですとか誰々見てますとかなるわけじゃん隣の席の人とだってプライベートで配信好きな仲間と配信のこととか語んないでしょ絶対ないでしょ誰々の会面白かったよとかさ配信好きな人って少ないからね世間では 秒で売れたっていうか一分で百枚完売だね。うん一分で百枚完売。福、う、嘉、ん、さんいらっしゃい。 そそろそろ配信やめるかあーまた延長ギリギリかもったいねえことしたな50円が無駄になったな引き際のタイミング難しいよな配信はじゃあそろそろ僕は配信終わりにしたいと思います 皆さんありがとうございました。お疲れ様です。また見に来てください。ありがとうございました。おつでーす。お前コメント欄荒ラすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。何でお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。<laughs>